逆立ちの効能。逆立ちは体の重力と逆方向に身体を支えるエクササイズであり、さまざまな健康効果が期待されています。ただし逆立ちは行う際には注意が必要であり、特に健康状態や個々の体力によって異なるため、無理な姿勢をとる前に医師や専門家に相談することが重要です。以下は逆立ちの一般的な効能についての情報ですが、これには個人差があります。血液循環の改善。逆立ちは逆さになることで血液の流れが逆転し、心臓から頭部に向かうことになります。これにより、頭部に酸素と栄養分がより多く供給され、脳の活動が促進される可能性があります。リラクセーションとストレス軽減。逆立ちのポーズは身体にかかる重力の逆向きの力により筋肉の緊張を和らげ、リラックス効果をもたらすことが期待されます。これによりストレスの緩和やリラックス効果が得られるかもしれません。姿勢の改善。逆立ちによって背骨や関節に働く重力の影響を逆転させることができ、姿勢の改善に寄与する可能性があります。特にデスクワークや悪い姿勢を維持することが多い場合に、逆立ちは姿勢を正すのに役立つかもしれません。腸の活性化。逆立ちは腸の動きを刺激し、便秘の緩和に寄与する可能性があります。バランス感覚の向上。逆立ちを練習することで体のバランス感覚や協調性が向上するかもしれません。ダンベルを使用するトレーニングは全身の筋力や持久力を向上させるために非常に効果的です。いかにダンベルトレーニングの主な効果をいくつか挙げてみましょう。筋力の増加。ダンベルを使った重量トレーニングは特定の筋肉をターゲットにし、その筋肉の大きさや強さを増加させるのに効果的です。異なる重さのダンベルを使用することで様々な強度でトレーニングを行えます。姿勢の改善。ダンベルを使用したトレーニングは安定したポジションで行われるため、体幹や姿勢を向上させるのに寄与します。これにより日常生活や他のスポーツにおいてもより効果的な動きが可能になります。脂肪燃焼。ダンベルトレーニングは筋肉を刺激し、代謝を高めるため脂肪の燃焼を促進する効果があります。筋肉を増やすことで基礎代謝が向上し、カロリーの消費が増えます。ランジは下半身の筋力を鍛えるための効果的なエクササイズの一つです。この運動は特に大腿四頭筋やハムストリングス、臀部、お尻、腹軸筋などの筋群をターゲットにしています。いかに、ランジの基本的な手順とその効果について説明します。ランジの基本手順。立ち姿勢。まず背筋を伸ばして正しい姿勢で立ちます。一歩前に進む。一方の足を前に大きく一歩踏み出し、膝が90度に曲がるようにします。踏み出した足の膝は膝がつま先より前に出ないように注意します。下がる。膝が90度に曲がったら踏み出していない足の膝が床に近づくように下がります。上がる。下がった体を元の位置に戻し、踏み出している足と踏み出していない足を交互に使って繰り返します。